ちょっとさ、遊ぶ前にツイッターとかさ見てさ、ベータちょっと早く解禁しないかなと思って見てたんだけどさ、主にね外国人のこじきツイートばっかりなんだよ。ギブミアベータコード。ギブミア。ちょっとマイク入ってみ、ゲーム内に。マジ？今ノラ VC 垂れ流しだったと思うけど。オフになってるけどね。え？ずっと表示に出るんだよねこれ。そうなんす、バグってんのか。わかんね。わかんね。なんかワールドアットボーにこんなマップあったような。なんか。マヌケって言われたんだけど。マヌケ。なんだこれ。ゴーストついてんだよな。え、そう。そう。いやこれカスタム済みくらい。やってくれんな。足止めされてる。構えのなんか随分早くなった気がするんだ。なんかそうアルファの時めっちゃ遅くなかったの。わからねえ。なんかそんな気がするわ。リードしてるぞ、その調子だ。随分開けたマップだと思わない？うん、これ開け、これ強ポジとかで待ってんのめっちゃ強そうだよな。まあそう、そういうクロートがいない瞬間が一番楽しめるところだから、 COD だから今がてっぺんだ。そう、あ、今がてっぺん。製品版でも落ちてんだよなそれ。そんなもんじゃ、みんな同じ武器使うようになるんで、強い武器がありゃ。そうだよな、始まった瞬間楽しいな、マジで。そう、うん、もう COD もおそらくもうプレイしてる年齢層上がってるから。なんかおっ、え、なにこれ、あ、壊れんのこれ。はタックル壊れた。あ、クソってる、ちょっとあれ。ちょっと待って、絶対そこいるでしょ。ミサイル呼ぼう。やべ、来ないで。あ、友倒れ。あ、しなかった。もうキングゲーム。シングルゲーやろう。シングルもちろんやるよ。ちょっと俺これちょっとここに、何これ、ノルマンディかこれ。わかんねえ。なんかサーチで使えそうなポジションだな。俺絶対テキリスにいる今。何これ、何これ。何あれ、何してんだお前。足止めされてるじゃねえんだよな。足止めされてる。すごい、なんか敵の赤点撃つんだよね。ああ、それは思った。そういうゲームなのか今回は。どうだろうね、どうせ大バッシングされて修正するんだろうね。大バッシング。まあ、うーんって感じだな。身動きができない。それしか言わないんだけど。身動きができない。バリバリ走ってるけど。お、死んでから足止めされてるって叫んでる。下に喋ってんな。びっくりした。そんなに理想が悪い気はしないな今のところ。まあなんか死んだ瞬間目の前とかはアルファはあったけどね。アクックスドみたいなラジコン爆弾で。あれはマップが問題あるでしょ、あれは。それはそうかも。狭すぎるもん。ああ、身動きできない。あ、軍用犬。え、軍用犬？あれ、ちょっとキルストリークは潮吹か。なんでさ、なんか出てんのか。え、わかんない、誰か軍用犬呼んでた。わからない。え、ちょっと犬。ああ。え、なんで出ない。ちょ、
何も出てなくね。ムーみたいにマップに赤点表示されませんが、特定のパークを装備すると表示されるようになります。あ、そうなんだ、パークなんだ。おー、何籠城してんだ。てやちょっと犬呼ばせて。犬呼ばせて。ピストル使ってみよう。あれ、何それ、いないし、わかんない、サイトが。おう、犬、犬さ、え、相変わらず呼べないと。飾りですか。構え早い。そう、ちょっと待って、キルストが気になってさ、あのキルスト、もう気にすんな。なんで出ねえんだよ。出ねえもん、出ねえ。しつけがダメだった。あー、犬今反抗期、反抗期。これ軍用犬なんだよね。じゃあペットショップからちょっと持ってきて犬。ああ、そういうね。チワワちゃんだったが。チワワちゃん。鑑賞用。そりゃ不可なわけだわ。不可。でもね、東京ジャングルではポメラニアンが最強だから。ん？そうなの？そうでもなかったかも。はぁ。ちょ、なんで犬呼べん？なんか出てたか、これゲットしたとき。よく見てなかった。長押ししろとかでもないし。なんかよくわからんラジコンいたのあるけど、さすがにあんなの関係ないしな。うん、てか、なんかここもキルペース遅くね。そうでもないか。敵と会えてないだけか。時間、あと3分普通か。キルペース、遅め。勝っちゃうんだよな。SDGなんか強いんだよな。あ、処分する。あ、仲間。犬呼べす。犬呼べや。犬バグってんのかね。バグってんのかもね。あの、フィックスアップデートとかが続々と配信され始めたら、あの、ドッグフィックスとか出るかもしれない。ドッグフィックス。なんか直訳したら犬を直しました。なんか足音はちょっと聞こえるようになったかもな。これ絶対赤点映ってないのがさ、キルペースの遅さだと思うんだけど。まあそれはあるわ。割と参考になるでしょあれ。うん。まあ、使用不可ならしゃあないよね。新たな位置情報を報告可能。偵察機呼べるもん。敵の位置をマークする。犬だけなのかやっぱ。ん、あ、身動きできない。なんかいたよね今。いたな。あ、雨降ってるからか。そんなことあんの。あの、猫ほどじゃないけど犬もさ、水が嫌いじゃん基本。まあまあです。知らんけど。知らんけど。こんばんは、お邪魔します。アイス、こんばんは。すぐにでもやろうと思いましたが、しばらく様子見します。あ、製品版を。ちょ、犬。いつから犬が溜まっていると思っていた。もう一度貯めるんだよ。あ、2周貯めろってことね。なるほどね。厳しくね。もう10キル連続ででしょ。それなら自分で核出せる。犬降ってくる空から。ベータオです。あ、ベータオ。あ、クソ、ヘビ。さ
上げにかかれ。いやもう終わっちゃうがマッチ。やっぱキルペースがね良くない。新たな位置情報を報告可能。おう100ポイントか。多分これで4レベになるからカスタムできるはず武器を。あどうせグリップ1個とかしか使えない。赤点ロージ派賛否両論ありますよね。タイタンフォール2みたいにコンパスの赤点をマップに移してほしい。いいとも簡単にやってみせたな。いい戦いだった。でもさ、パークで赤点表示があるならどうにもならんくね。仕様変更しちゃう。はい、待って、パークで赤点表示ってさ、やばいな。やばいな。やばいな。ストッピングパワー並みの必須パークだな。やばいな。いや、その枠になんかもっとやべえパークがない限りみんな尽きるでしょ。